ますね。5番目の発表者はイギリス出身スミス・オーエン・マイケルさんです。題はよく聞いてくださいね。題は木の口の中から見ているです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は5年前イギリスから日本に来たオーエンです。京都で彼女に初めて会って成田まで私も一緒に飛んできてしまいました。ところが困ったこともありました。彼女の家の泊まった時のことです。お父さんのパジャマを借りました。上着はちょうど良かったのですが、ズボンは短くて半ズボンになってしまいました。日本に来たばかりの頃、言葉の問題が少しありました。日本に来て4ヶ月経った頃、私の生徒がワッフルをくれました。美味しくて温かいワッフルを食べるために学校の中の電子レンジを使いました。ワッフルの焼き方は全部日本語だから分かりませんでした。電子レンジに入れて5分セットして、ちょっとトイレへ行きました。するとトイレの中に変な煙っぽい匂いが入ってきました。学校へ戻るとドアから煙が出てきました。やばい、僕のワッフルと思って警備員に発見される前にショックを隠した方がいいと焦げたワッフルをトイレの中に流しました。後で警備員にアンさんアホやなと言われました。そして学校の中の電子レンジは取り外されました。私の人生で2回目の電子レンジ爆発事件。1回目の事件はイギリスで起こりました。朝ごはんに目玉焼きを作ろうと思って電子レンジの中に卵を2つ入れました。美味しい目玉焼きができるようワクワクしながらボタンを押しました。なんと10秒で爆発が起こりました。おかげで周りの人から大目玉を食らいました。こんな私ですが、真面目な話もできます。今では日本ではイギリスのものが多く使われて普及しました。例えば紅茶は昔貴族の飲み物として発達してきたものですが、日本では朝昼晩と飲んでいるようです。皆さんはとても高貴な方々なんですね。特にここにおいでの皆さんは。日本の鉄道はイギリスの技術によって1892年9月12日新橋横浜間に初めて開通した。は皆さんは知っていますか？知ってますね。今では日本の電車は通勤通学にとても大切な交通手段の一つです。そして5分遅れたら日本人は怒ると思いますが、イギリスでは5分以内に着くことは滅多にありません。遅れる理由の一つに挨拶としてのキスやハグがあるので、ある駅の壁にはキスやハグは別な場所でするよう
注意書きもあります。イギリスではスーツはみんな着ています。日本ではスーツは偉い人だけ聞きました。今ではスーツも浴衣もみんな庶民のものです。日本人の武士の心はもう魂もない。どうしてですか？騎士の心と侍の心は同じはずです。皆さん、その心はどこにいたのでしょう？ありがとうございます。今日は落語を知らなかったけど、今日落語をちょっとやった。ありがとうございました。6番目の発表者。